どうもです。の遊びチャンネルのコーチでございます。本日はね、まだ着弾ギアのご紹介をしていこうかなと思います。先日ね、オンラインに補充があって、無事にオンラインで確保できた商品になります。それがこちら。この大きさでね、分かる人はかなりいると思いますけども、大人気ウォンキーキャンプさんの SBS 天板なんですけども、こちらのねデッキ2っていうんですかね、下に吊るやつはちょっと確保できなくて、今回は上の天板だけをご紹介していこうと思います。もうね箱から出しているんで、こちら、これですね、ウォンキーキャンプさんのロゴが入っている天板なんですけども、これ、バリスティックの SBS 専のキット専用に作られた天板になるんで、今からその SBS のキットを取り付けていこうかなと思います。それではね、作業していこうと思います。まずはね、こちら SBS キット、これも確保しときました。これをね、開けていきますね。よいしょ。これはもう、足と本体のセットっていうんですかね。こういうような。スケボーのボードを机にできるよっていうキットみたいなんですけども。よいしょ。はい、それではね、セットしていこうと思います。まずはね、専用のプレートをつけていくんですけども、ウォンキーキャンプさんの、天板には真鍮の、ネジが付属されてますので、それを使用していこうと思います。1本ずつ入れた方が良かったですね。よいしょ。これ今ね、ネジを巻いてるような状態ですね。締め込んでいってる状態ですね。
はい、片方はつきました。もう片方いきますね。次はもう1本ずついきますね。そしてまた対面状のネジを入れていきます。もう簡単な作業なんでね、初心者の方でも全然できますね。女性でももうただネジを巻くだけなんで簡単にできますよ。はい、これで取り付けの方は完成しました。よいしょ。で、ここに足をはめるんでしょうね、これ。はい、このように机が完成しました。